ゴルノ・バダフシャン自治州とは、タジキスタン共和国の東部の自治州である。州とはホログ。バダフシャン地方アフガニスタンのバダフシャン州から、タジキスタンのゴルノ・バダフシャン自治州にかけての一帯は、かつて、バダフシャンと呼ばれていた。ゴルノとはロシア語で、山岳のという意味である。パンジ川の流域図、ゴルノ・バダフシャン自治州は、日本の東北地方とほぼ同じ大きさの州である。 パミール高原に位置し、標高5000メートルを超える高山が広がっている。主要河川はパンジュ川であり、ムルガーブ川、バルタン川、バンジュ川など様々な川が注いでいる。パミール高原の北部には、イスモイルソモニボンやコルジェネフスカヤボン、モスクワミネやインディペンデンスピーク、ゴラクラムディやレーニンボン、フェドチェンコ氷河やカラクルコがある。一方、 中部にはパトコル法やサリズコやヤシルクルコがあり、南部にはマヤコフスキー法やカールマルクスボン、コンコード法やゾルクルコがある。ゴルノ・バダフシャン自治州は中華人民共和国の新疆、ウイグル自治区、アフガニスタン、キルギスと国境を接している。春のパミール高原13世紀後半、中国に向かう途中のマルコポーロがバダフシャン地方を訪れた。 その頃のバダフシャーンは、ともえール交渉と呼ばれており、アフガニスタンのバダフシャーン州と合わせて4面12行ほどの広大な王国があったという。住民は独自の言語を持ち、重皮の服を着て羊を飼っていた。王はアレクサンダー大王とダリウス王の娘の子孫であり、ズルカネーンの称号を名乗っていたという。町は防御に適した高地にあり、 寒さは厳しいものの頂上部の広大な大地には草木が生い茂り、水や魚や鳥が豊富で良質な小麦が取れ、両馬を産出し、かつてはブケパロスの子孫がいたという伝説もあった。その他に壁玉や群状、銀、銅、鉛なども産出し、特にバラス工玉は国王が独占的に採掘していた。空気が綺麗で、 流行線もあったので、マルコ・ポーロは1年間滞在して、病気を治したという。1881年の入り条約により、新朝がパミール高原の一部をロシアに割上した。1924年に、ウズベクソビエト社会主義共和国が成立し、1925年に自治州が設立された。1929年、ウズベクソビエト社会主義共和国から、 タジクソビエト社会主義共和国が分離すると同共和国に属した。1950年代、長らくこの地域に居住していたパミール人が強制的にタジキスタン南西部に移住させられた。1991年、ソビエト連邦からタジキスタン共和国が分離独立した。しかし俺のバダフシャン自治州などのイスラム勢力や民主勢力が放棄して、 タジキスタン内戦が始まった。2001年9月、アメリカ同時多発テロ事件が起き、10月にはアメリカ合衆国がアフガニスタンに侵攻した。2005年にはキルギスでチューリップ革命が起きた。同年、ロシア国境警備隊が警備していたアフガニスタイ国境の警備をタジキスタン国境保護国会委員会が行うようになった。EN2012 号の バダクション・クラシャスも参照2010年1月、ゴルノ・バダフシャン自治州でマグニチュード5.1から5.3の地震が発生し、バンジ軍を中心に激しい被害を受けて2万人が家を失った。2011年1月、国境確定条約により、パミール高原の一部を中華人民共和国に返還した。同年6月、裁判所の判決に起こった群衆が、 滅ぶしの裁判所や検察を襲った。2012年7月、国家保安委員会の支局長であるアブドゥロ・ナスラブ、少将が殺害されたため、3000人の政府軍が派遣された。軍は、容疑者である民兵指導者のタリブ・アイムコブを逮捕するために、軍事行動を行い、巻き添えになった市民に死傷者が出た。8月には別の民兵指導者であるイマムナザー。 今村ウフも殺害され、ホログ市では頻繁に反政府集会が行われるようになり、政府が数百人分の容疑者リストを作って、さらなる弾圧を企んでいると信じられるようになった。2014年5月、ホログ市で警察と麻薬業者の間で銃撃戦があり、巻き添えになった数人の地元住民が死傷した。怒った住民は数百人で、州庁舎に押しかけて、 州知事、州警察の長官、地方検事の辞任を要求し、警察本部を焼き討ちにして、州庁舎にテントを張って座り込んだため、夜間外出禁止令が出された。なお隣接するアフガニスタンのバダフシャーン州の麻薬生産量は2008年以降急激に回復し、2014年現在34集中9位になっている。タジキスタン政府は、 周辺国と会合を開き国境警備を強め、不審な一境者を射殺している。また逮捕を強めており、6月には地元の社会民主党のアリームシェールゼラモノーブに接触したトロント大学のタジク人学生のアレクサンドル・ソディカウフをスパイ容疑で逮捕し、12月には内戦時代の反政府勢力の指揮官の一人であるママド・ボーカー、ママド・ボーキローフを逮捕した。 ゴルノバダフシャン自治州は国土の約半分の面積を占めているにもかかわらず人口が極めて少ないため地元住民は少数派の扱いを受けている。例えば知事や軍の長官は住民の選挙で選ばれておらず警察、司法の幹部は地元住民ではない。またパミール語のラジオ番組がないことなど言語的な差別もある。その結果多くの住民は 大統領よりアーガーハン4世を支持し、警察や司法が問題を起こすたびに激しい抗議活動が起きて、自治権拡大を要求してエスカレートする。また、タジキスタン政府も内戦の際の停戦条約を破って、あからさまな軍事行動を行い地元住民の不信感を増大させている。ゴルノバダフシャン自治州は7つの地区に区分される。タジキスタンは、 中央アジアで最も貧しく GDP の4割は海外からの仕送りである。その中でも山岳地帯のゴルノバダフシャンジ地州は特に貧しく半数の世帯が出稼ぎ労働をしている。パミールハイウェイ首都のドゥシャンベから州都ホログまでは M41 高速が走っている。これはパミールハイウェイと呼ばれておりパミール高原の南部を抜けて州東部の町ムルガブに至り そこから北上してキルギス第二の年押しに至る幹線道路である。パミールハイウェイを使えば中華人民共和国やアフガニスタンに行くこともできる。例えば、パミールハイウェイからタクラマカン砂漠の西端の町カシュガル市に行くには、パミールハイウェイを北上してキシルアート峠からキルギスのサルイタシ市に至り、カシュガルイルケシタム高速 G3013 線を東に進む方法がある。 一方、州とホログからアフガニスタンに行くには、パミールハイウェイを北上して、ダーウィスやテンやバンジェなど、パンジ川沿いに、いくつかある、タジクアフガン友好橋を渡る方法がある。なおパミールハイウェイを使わずに、ホログから州の東端にある車峠を抜けて、カシュガル市に行く方法やパンジ川を南下して、アフガニスタンのイシュカーシブに至る方法もある。緑が、タジク人。 パミール人、オレンジが、キルギス人、紫が、ウイグル族パミール人、キルギス人。パミール諸語のシュグニー語、ルシャン語、ワヒ語、イシュカシム語、サリコル語、バルタング語、フフィー語、ヤズグラム語、オロシャン語、バンチ語、ムルガーブ地区のキルギス語、ロシア語、タジク語、シーア派のイスマーイル派、特にアーガーハーンを指導者とするニザール派が、最大の非政府組織である。 2011年、日本は度重なる地震で損壊した、万事行政軍、万事地区第5中等学校の改修工事に対して、約11万ドルの無償援助を行った。2013年5月には、長年の風雨で屋根に、穴が開いたムルガブ行政軍、アリチュール地区第6中等学校の改修や、老朽化したイシカシム行政軍、ゾング地区コミュニティセンターや、ルシャン行政軍、 コミュニティセンターの改修に対して、約11万ドルずつの無償援助を行った。7月には、ホログ市の灌溉用水路、同陸土の拡張工事に対して、約11万ドルの無償援助を行った。ありがとうございます。